皆さん、こんにちは。僕、ゲームでございます。ミラプリ2020動画やっていこうということで、今回はですね、超ぶっ壊れ FP、もうガチ強で、多分持ってる方いたら、ガチスカに、もう余裕というか、速攻で入るレベル、面接しようという形、まあ、シークレット戦士といった感じでね、簡単に言うとですね、レジェンドのビエラ。そう、ビエラとですね、似た能力。ビエラと似た能力の選手って、ほとんどいなくないですか？そう、それぐらいですね、貴重な選手になりますし、めちゃくちゃ強い。今回使用する選手、こちら FP ケシエということで、ミランのね最新版クラブセレクションの登場のこのケシエがですね、鬼のように強い。ボールコントロールからねフライパスまで、まあ、攻撃系のところですね、主に技術系のところでしっかりドリブル系もね結構できるんだよね。トラップうまいし、ね、決定力とかもねそんなに低くないですよね。70代とかでもなくて84まで伸ばしてるので、ケシエのヤバさはここから。空力93、ジャンプ92、フィジカルコンタクト96、こっからすごいですよ。ボディコントロール90からのスタミナ99、ディフェンスセンスバラシともに87からのアグレッシブス97ということで、これはやばいでしょ。これマジでビエラみたいな能力なんでね。ミドルシュートでかいですね。これあるんで、やっぱミドルもガンガン狙えて、マンマークインターセプト、守備陣のところ、ここでもしっかりと、スキルの方活かせますね。闘争心持ってるんでね、最後までスタミナ99からの闘争心とか、もうわけわかんないですからね。走るその限界のその先行ってるみたいな感じになるんで、プレイスタイルボックス2ボックス。これがでかいですね。ケシエのこの能力に、だからビエラのねボックス2ボックス版みたいな感じですね。さすがにビエラの方がねディフェンスの能力に関してはね、まあ身長のところで足長かったりはするんだけど、それでもケシエねかなりの強さ、もう何回言いますけどかなりの強さしてるんでね、まあ、ドリブルとかも結構できるんで、運んだりしながらですね、ディフェンスで前から奪ったりするのも含めてですね、FP ケシエメイン選手を試合の方早速やっていきたいと思います。いきましょう、レッツゴー。試合ということで FP ケシエ行こうということでね、ケシエの強さをですねマジでえぐいぜケシエ。よし、オッケー。こうじゃビエラ絶好調、エルベー絶好調、ビエラのボックス2ボックス版みたいな感じだからね。ヤラン絶好調ですけど、とりあえずはこれでいいかな。まあ、後半からねナビゲーターのところでアラン入れても面白いね。行きましょう。さあ、お相手でネイマールにレバンドフスキン、メッシ、フッピーでティアゴ・アルカンタラ、グエンドできましたね。よろしくお願いします。シュー行きましょうということでね、ケシエ。ナイス。よし。ケシエ、ここ強い。結構ドリブルもできるっていうね。よいしょ。もうケシエ、もう強い、この辺。ケシエがめちゃくちゃ強い。よいしょ。もうケシエも強い、この辺。ケシエがめちゃくちゃ強い。もはやキックオフちょっと経ってから一人でサッカーしてましたね。一人でサッカーってことないけど、凄まじい圧ね。本当にさ、キック力とかもあるからね。でドリブルもしやすいし。うわー、これは狙われていた。しかし逆に狙い返す。このケシエですね。そしてケシエ、いやー惜しい。もうケシエゲーみたいになってるよ。そしてショートコーナーでここケシエ出して、これファウルじゃない。よし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 、いい位置でフリーキック獲得。ケシエ狙うぜ。さあ、これはいい位置来ましたね。ケシエ決めようぜ。これケシエ、いやー入んないか。まだある。ミドルケシエ。ケシエやべえな。ケシエキック力きたー。ミドル、これができるんすよね、ケシエは。もうなんか本当にビエラ攻撃ちょい特化型みたいな感じだよね。まあ、ミドルシュートがねあるんでね、それがだいぶでかいですね。サンキュー。あるよ、これナイボ。消しループー、オッケー、ギバれてる。消しループー、オッケー、ギバれてる。まあ今のはもうジョルディ・アルバーがですね、非常にいい上がりを見せてくれましたね。そしてケッシーがいろんななんか多彩なシュートを見せてますね。うまい。いや、それはうまい。いや、今のいや、うまい。いや、ドリーブルここ2位はちょっとうまいな、これ。この密集で、しかもその後ずらしてんのがまた最高。いや、今のはちょっと惚れましたね。くぅ 3-1。間違いなく言えることはケシーが壊れてるということ。個人的にね、なんか今まで見た中盤の選手の中でもなかなかの強さしてる選手なんでね。ちょ、やばいところ、そして。うまい。いや、うまくね、うめえ。やばいぞ、これ、そして。うまい。いや、うまくね、うめえ。ちょ、待って、マジ今の、うまっ。やばいっすね、これちょっと。うまい。しかし、ケシーがここに戻っている。ケシエがここに戻っている。うまい。よいしょ、よしよしよし。オッケーオッケー、最後守ろう、しっかり。まあ、前半のところでね、非常にオッケーということでね、後半ちょっと点取れなかったけどね、ケシエナイスハットトリックということでね、まあ、後半ちょっと点記録できなかったけど、もう1試合ですね、ケシエ使ってね、試合の方ぶっ壊れ消してね、やっていきたいと思います。いきましょう、レッツゴー。よっしゃー、ということで2試合目いきましょう。FP 消し、1試合目ね、かなり面白い試合してくるんでね、得点も決めてくれし、この試合も暴れてくれ。OK、調子打つ、ナビゲー絶好調、ネイマール絶好調、多めですね、ディフェンスラインも多い。さあ、お相手が、グインドゥジン、モドリッチ、フォーデンですね。で、レバンドフスキ、ロナウド、メッシで、ロナウド、メッシ100、100、デリフとファンダイクで、君いる、よろしくお願いします。シャイ5ということでね、まあ、ボックスというボックスがね、絶対ね、余るはずなんだよね。で、上がってくるところがあるんで、絶対にね。消し。硬いな。消し、いい上がり。フィネス。ナイスフィジカル。よし、消し、消し、フィジカルあってやっぱドリブルできるってねいうところのボディコンもありながらのね、ケシエがやってくれましたね。これはしっかりとうまいの相手。いやー、ナイスゴールあるよ。これで相手が食いついてくればある。ナイスケシエも行こう。オッケー、よし、惜しいな。来たよ、消し。うわ、無理か。ワンチャン、惜しい、1-0。いやー、最後ね、打てそうな感じもありましたけどね、なかなか難しいところだったが、これは危ない。こういうね、キックオフ、立ち上がりは本当に気をつけなければならない。くわー、やべえ、これ、オバメ早い。早い、想像の4倍ぐらい早い。キーパー逆にね、その速さがね、でもよし、うわー、ギンターかコーナー無理か。正直ね、結構この時間帯きついやつ。うめえ、いや、うまいっすわ。この時間ってきついやつ。うめえ。いや、うまいっすわ。うまいっすわ。いやー、得られたなー、あれ。絶対でもチャンス来るからね。この硬い展開の中でも。そう、そのチャンスを伺ってます。きた、決死。決死、決めよう。決死、決死、ナイス、よく決めた。この時間に走れる、あそこに走れる、ボックスボックス。スタミナ99の決死しかいないと言ったところなんだけど、危なくないっす。オッケー、よっしゃーということで、ケイシーもうマジでナイス。いやー、なんかね、凄まじい試合でしたね。てかもうここのまずフィジカル、ボディコン、ドリブルのね、そこがまさに生きたといった感じのケイシーのゴールでね、まあ、ミドルシュートとかも打ちたかったけど、なかなかね、お相手のプレスだったりもね、やっぱもう中盤のところから激しかったんでね、ただその中でケイシーが、まあ、ここやってくれて、で頑張る男、これケイシー。もう本当にね、どのスカットにもね入ってくるレベルの選手ですね。それぐらいね、頑張ってくれますし、ディフェンス能力もあってね、まあ、アグレッシブネスがあるんでね、前線から奪ってくれたりとか、いろいろできたり、あと決定力でもそんなに低くないですし、攻撃系もあってね、まあ、楽しくできたかなと思います。本当に決してナイス。またいろんな選手を使って試合の方をやっていこうと思うんで、ぜひ皆さん遊びに来てください。今回メイン選手は FP 決してでした。また会いましょう。さよなら。バイバイ。ご視聴いただきありがとうございました。もしよければチャンネル登録、高評価、コメントの方もよろしくお願いします。では皆さん、また会いましょう。ドスクープレープロー。